吐いておいで。さあキャサリン、もう一度あの日のように。なお願いだ、今度こそ言うことを聞いてくれキャサリン。どれほど待ちわびたことか。世界の重大小説の一つに挙げられ、リア王、白芸と並ぶ英語文学の三大悲劇とも評されるエミリー・ブロンテの名作嵐が丘。嵐が丘、あそこに投入すればここに来やすくなる。時代を超えて読み継がれてきた作品を堀北真希、山本浩二、戸田恵子ら充実したキャスト陣で舞台化。キャサリンとヒースクリフの愛っていうのは、最初とてもこう共感できるような、理解できるような愛ではなかったですし、どうしてこの2人はこんなに惹かれ合ってるんだろうなっていうか、そこがやっぱり今回自分がキャサリンを演じる上ですごく難しいと思いましたし、作品を通してお客さんに魅力を伝える時に難しい課題になるんじゃないかなと思いました。わがままな部分とかも隠さないし、エドガー・ナイト、ヒースクリフへの愛と強情なところも隠さない。でもキャサリンはこんな人っていうのは結構私最初の段階からイメージができてたので、キャサリンとあとは皆さんがこう演じる登場人物たちとこうお芝居を通して会話をしながら関係をこう作っていったような感じだと思いますね、最初から稽古に入る前にすごい理解を深めて稽古に入れたわけではないですし、そこはやっぱり一人じゃ多分こう咀嚼しきれない部分はたくさんあると思ったので、稽古しながら、G2 さんにいろいろ聞いたりして深めていければいいかなという気持ちで稽古に入ったんですが、やっぱりでも怖いし、舞台をやるっていうのは、そんな気楽にさらっとはできないですね。その本番の日まですごくいろんな葛藤があるし、本番始まってからもやっぱりいろんな葛藤があるし、ただやっぱり今回みたいに映像では絶対にやらせていただけないような役ができる、やらせていただけるっていうことがあるので、それは自分がこう表現する上で普段はこうやらない表現のことを勉強することができるので、それはすごくありがたい貴重なことだなと思ってやってますね。映像ではこういう役は絶対に来ないと思います。私には、映像だったらやっぱり私も自分の見た目を気にしますし、だけど舞台は自分の体、声とかを使って自分がキャサリンとして足りないところをそういうところで埋めてお客さんの前に立てたらいいかなというふうに思いましたね。その装置が動くっていうのは稽古場では全然分かんなかったし、口では聞いてたんですよ、ここでこうなりますとか聞いてたけど、全然それを理解してたわけではないし、本当に劇場に入ってから初めて言ってることがこういうことだったんだって思って、装置の大きさに最初びっくりしました。あんな大きなものが上下するなんて思ってなかったから嵐が丘の丘っていうのも稽古場でやっぱり広さに限りがあって全てはなかったですから、初めて劇場に来て分かりました。どんな人間かを知らないから夢を見てしまうのよ。イザベラに彼ってこういう人なのよっていう時に、童貌で情け知らずで、礼儀も知らなければ教養もなくて狼みたいな男なのよってイザベラに教えてあげるところがあるんですけど、礼儀も知らなければ教養もない、童貌で情け知らずな狼みたいな男よ。それって文字で読んでる時は
ヒースクリフの本当に悪いところを教えてあげてるって思ったんですよね。まあ、イザベラに大げさに言ってるのかもしれないけど、でそういう気持ちでやってたら G2 さんに、そうじゃなくてそこがキャサリンを好き、そこをすごい魅力的だと思ってるって言われて、結構それが衝撃的で、あ、これ悪口じゃないなと思って、そういったところがあるけどそこが好きなのよっていう気持ちで言ってるって言われて、そうすると他のところとか、まあじゃあもしかしたらここも例えば言い合ってるシーンですごい口汚い言葉をぶつけてるけども、そこにも愛があって好きなのよっていう気持ちがあって、好きっていう言葉じゃない言葉で愛を伝えてるんだなっていうのはすごく思いました、うん、2人とも本当に舞台の経験も数多くおありで大ベテランですので、本当に一番最初の段階からもうなんかほぼ完成してるんじゃないかなって思っちゃいました。戸田さんはほとんどずっと舞台上にいて、語りもやるし、またそのお芝居もあってってずっとこうやってらっしゃるんですけど、でもやっぱりその一つ一つがとっても、今どういう状態なのかとか、今どの時間のことを言ってるのかとか、やっぱりスッと入ってきますよね。なんかもうそういうところが稽古の段階からそばで見てて、あ、すごいなってなんか思いました、うん、山本さんも多分すごくこう迷いとかはあんまり感じなくて、稽古の時からでも自分のやるヒースクリフっていうことに対してなんか多分最初からイメージがあったんだと思うんですよね。もうその中でも G2 さんからこういう風にしてほしいって言われると、そこは分かりましたって言って、こうお芝居の動きとかも変えることができるし、それはもう本当に引き出しがたくさんある方なんだなっていうのを思いましたね。やっぱり2人のシーンが難しかったので、私なんかはどうしたらいいんだろうと思って呆然としてる時とかに、じゃあこういう風に動いてみたらどうかなって、その動きの第一歩を教えてくれたりとかしました。たとえ私が悪かったとしても、そのために死ぬのよ、それで十分でしょ。あなただって私を捨てたわ、でもそれを責めはしない、許してあげる、だから私のことも許して。いや、し苦しんで死んでますからね、幸せではないですよね最後もね、人生としては幸せではないと思います。ただその幸せじゃない思いがあるから亡霊で出てきたりとか、そういったことがねあるわけだし、キャサリンとヒースクリフは結局ボタンの掛け違いでお互いに幸せになることができなかったっていうお話だし、でもここで終わりじゃなくて、次の世代キャシーとヘアトンはちゃんとお互いを理解し合って、そして2人が幸せになるっていうところがハッピーエンドなので、キャサリンとヒースクリフのところはハッピーエンドではないと思います。もう一度ここへ来てひざまずいてよ、来てよ。ただ今回は本当にキャサリンがすごい強い女性なので、 G2 さんにももう前に前に出てって言われたから、すごいこう前にの方でのお芝居が多かったから、すごい多分存在感だったんじゃないかなって、キャラクターも強かったからね、存在としてすごい強かったんじゃないかなと思います。私カーテンコールが苦手で、途中で G2 さんにももうちょっとカーテン、あのお芝居のことは一切何もなくて、カーテンコールだけもうちょっとちゃんとして言われてしまって、そこがねダメですね、なんか恥ずかしくって、すごい嬉しい瞬間なんですけどね、拍手いただいて、ただもうすっごい恥ずかしくって、あの時本当はもうセリフ言ってるほうが恥ずかしくないんで、あそこでねなんか皆さんの前立つっていうのは自分の中でちょっと恥ずかしいです。